おお、なんかジューって言ってる。こんにちは、アジーンです。今回はドン・キホーテでゲットしたお菓子の家メーカー、お値段なんと999円でした。めっちゃ安い、かなりね立派な機械です。でこちらを使って一からお菓子の家を作っていきたいと思います。セット内容がこのような感じになってます。まず本体と、ちょっとね嫌な予感がするんですよ。これプレートが3枚ついてます。ここまではいいんですけど、このプレートが取り外せます。こんな感じで、でこう好きなプレートにこう付け替えることができるんですが、ここで問題が、このプレートだったらここにこう合わせて、これでね固定されるんですよ、プレートが。ただこっち、この上の何もないこのプレート、これがここがちょっとバカみたいですね。プレートに刺さらないんです。どうしよう。なのでここで固定できなくて、こうね落ちちゃうんです。これは多分不良品だな。どう頑張ってもここがなんかもう間違ってる。最初から絶対刺さらないようになっちゃってますね、ここ。この意味ない。入んないな。どうしよう。ほら、ダメだやっぱ。ただ、まあ、こっちが固定されているので、こういう風に、ぐしゃっと。温めて取る時だけ気をつけた方がいいですね。これ火傷しないように、こういう風に剥がせば、まあ、使えるんじゃないかなって。交換しようにも、もうこれ買ってからもう2週間以上経ってしまっているので、でも今こんな感じで開けちゃったから、いや無理だと思うな。ねえ、このまま使いたいと思います。今回は999円だったし仕方がないです。生地をプレートの上に乗せていきます。薄く、あでも結構この辺がやばいかな。あでも900円でねこれだけ揃えばすごいですよね。でこれ一回生地を初めに伸ばしてから、このプレートをぐしゃってこう生地の上で型を取ってやった方が早いみたいなんですが、まあ、今回はこうやって伸ばして入れていきます。落ちたわ。ここは何だろう、これかぼちゃかな。ここ謎です。かぼちゃ、これなんだろう。これツリーですよね。なんだなんだろう、何の型だ。生地をプレートに乗せたので今から焼いていきたいと思います。だいたい約8分から10分で焼き上がるみたいです。このね壊れてるところだけ注意して閉じなきゃいけないですね。これが危ないな。よ、こうして、あ間違えた、違うよ、そうこうだこうだ、閉じると。この状態で8分から10分待ちます。なんかすごいじわじわいってきたけど大丈夫かな。大丈夫、これこういうもん。ちょっと待った、もくもくいってるけど大丈夫だよね。本体の蓋を閉じて生地を加熱する。あーよかった、加熱開始後本体の隙間から蒸気だった、よかった。蒸気が出なくなった頃が焼き上がりの目安です。本当どうかな。まあ、まだねなんかここら辺ボコボコいってますね。生地は焼いている間に膨張します。本体から生地がはみ出た場合はお箸などでそぎ落としてください。危ねえ。ちょっとはみ出たら怖いな。でこの間にデコレーションの準備にかかるみたいですが、ちょっと怖いなこれ。怖いよ、そんな準備してられないわ。ちょっと怖いですねこれ、
すごいね、もくもく言ってる。ものすごくいい匂いがしてます。やばい、お店屋さんと匂いがする。開けるときちょっと気をつけなきゃ。おお、なんかジューって言ってる。やばい、この匂いをお伝えしたい。すっごいもういい匂いがしてる。こっからが試練。開けてみます。あ、この落ちそうな板大丈夫そうだな。おお、すごいすごい、美味しそう。めっちゃいい匂いがしてる。うわー、すごいすごいすごい。謎にちょっとこの鉄板がくっつきましたね。熱でくっついたのかな。うおー、やばい、すごいいい匂いがしてるよ。クッキー屋さん、ステラおばさんみたいな匂いがします。ここが煙突かな。これね、煙突です。これが屋根、屋根、家の横の壁です。これがもう一枚焼かなきゃいけないんですね。屋根がこうなってて、家の壁も2個あるから、それがな、一気に焼けるといいんですけどね。これも、うん、煙突だ。煙突のパーツと、これ雪だるまとかだったと思います。雪だるまとハート、そうだ、あ、違う違う、雪だるまとジンジャーマン、ジンジャーマンだっけ。この辺が怖いんだよな、これ。あ、いける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 、いけそういけそう、怖いぞ。よいしょ、ほっ、これが屋根ですね。屋根怖いからもうちょっと硬くしてから取った方がいいかも。クッキー、このような感じに焼けました。窓、これが扉ですね。で、ここが屋根です。屋根なんですが、2枚焼いて1枚、これね、ひび入っちゃったので、ここね、修正しました。裏を見ると若干こう修正されてます。では早速作っていきます。これでいいのかな。これセリアで購入した青色のバタークリームです。初めて使ったバタークリームって美味しいのかな。でも色はすごく綺麗。チョコペンとかで接着した方がいいのかな。よっ、慎重に、こんな感じか。おお、ついたついた。オッケーオッケー。両側に窓がつきました。これ難しいですね。めっちゃめっちゃ難しい。バタークリームを絞ります。屋根を連結しています。ここがね、ちょっと危ない、取れそうなんですよね。そしてこの上に煙突、これ煙突なんですけど、煙突をどのあたり、このあたり、あー、なんかもう乗っかってる感じです、煙突が。気を抜くと落ちる。なんとか煙突も乗りました。ホイフルです。これってレアなのかな。なんかハート型あった。これレアなんですかね。初めて見たか。これ当たりかな。すごい、ハート初めて見た。セリアで購入したアラゾンです。やばい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 。よいしょ。あー、このね、煙突もちょっとやばいんですよ。気を抜くと破壊します。やばい、こっちが破壊しかけてる。これパズルみたいに組み合わせるタイプとかないのかな。結構これ不安定です。跳ね込む感じでちょっとずつ型がずれてたらよかったのになって。そんな型はないのかな。結構やばい、バランス取るのがすごく難しいと思いました。しました。かなり難しかったです。いやー、難しい。いつもの DIY の方がやっぱ得意ですね。お菓子作り難しいです。こちらはしばらく飾っておきたいと思います。
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、すべての通知を受け取るにしていただくと、最新動画の通知が毎日届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。